彼ら製のスロットカースロットカーは模型自動車がスロットのついたコースを走るシステム。日本国内の歴史についてはスロットレーシングを参照。もともとは鉄道模型の権利を応用して作られたもので走行させるコースには通常競争させるために複数の車線を持つ。コースの路面には車線ごとにスロットがあり、スロットカーの車体底面前方にはこのスロットにゆるく。 噛み合うガイドが設けられている。スロットカーはこのガイドに導かれて車線に沿って走行する。スロットの両側には電気を供給する電線があり、車体底面のガイドと合わせて設置されたコレクターにより電力を取得する。利用者の手元にあるコントローラーで供給電圧をコントロールし、スピード調節することができる。スロットでガイドされているため、ステアリングはないが連動して、 あたかもステアリングが作動するようなギミックを組み込んだ製品もある。完成品として販売されている製品の中には、車体の底に磁石が設置されていて、主に家庭用コース内に設置された磁石を持つ終電線との吸引力を利用してダウンホースを得るものもある。そのため、初心者はカーブでスピードを出しすぎた際の遠心力によるコースアウトをある程度防ぐことができる。 多くの営業用コースは、自生がないため吸引力は得られないが、1、32スケールのコースは、自生体を路面に埋め込むことで吸引力を得られるようになっているものが増えつつある。木製のコースでは、グリップ材を使用することにより、強力なグリップを得ることが可能である。プラスチック製のコースでは、グリップ材の効果は低いばかりか、路面に悪影響を与える可能性があり、 禁止しているサーキットもある。近年、家庭用として、手回し式発電機で走らせる形式のものもある。1912年に、アメリカで、ライオネルが、電気仕掛けの自動車模型として、レーシングオートモビルズを発売した。これは三線式鉄道模型のシステムをそのまま、自動車模型に応用したもので、両側の車輪と、車体下部のコレクターとで電力を取得し走行する。 ものであった。これは1915年に生産終了した。この種の自動車模型が再登場するまでに40年近くの時間を要した。1957年にイギリスのミニモデルズ社が1、32スケールのスケーレックストリックを発売した。これは現代にまで続くスロットカーシステムの始祖であり、これをきっかけとして1960年代に世界中で 大ブームを巻き起こした。当時ヨーロッパでは1、32から1、43スケールが、日本やアメリカでは1、24スケールが流行った。1970年代以降ブームは衰えたが、愛好者の間でレース活動が続けられた。1990年代後半、ヨーロッパで1、32スケールと1、64スケールのスロットカーがブームになり、 いくつかのメーカーが新規参入、再参入した。出版社からは、スロットカーのムックボーンが相次いで発刊された。この時期、1回生産のみの限定商品が多くなり、実際には走らせず、ミニカーのように集めて鑑賞するという楽しみ方が広がり出した。2000年代に入ると、これまでは軌道上の電圧を変化させて、速度調整を行っていたが、 デジタルシステムと呼ばれるデジタル信号通信を利用した速度調整技術が登場した。軌道上に走行用の電力と通信用のデジタル信号を頂上させ、車両側で信号を受け取り、速度を制御する。1、32の本場ヨーロッパでは、スケーレックストリック、SCX、カレラなどが次々とデジタルシステムを展開し始めた。デジタルシステムは、 各車両に付けられた ID で個別にコントロールするもので、同一車線での2台以上の同時走行やレーンチェンジの機能もある。ただし、各車のシステムには互換性がない。従来の軌道上の電圧を制御するシステムのことは、アナログシステムと呼ばれる。スロットカーのボディは、日本とヨーロッパでは射出成型によるスチロール系のハードボディが主流で、それらに含まれない、希車種では、 ガレージキットなどのウレタン樹脂製ボディも用いられる。対衝撃性よりもスケールモデルのような実感を重視した仕上げが好まれる。傾向にある。アメリカではポリカーボネートイタをバスタブ型に真空成形したクリアボディが主流である。クリアボディには内側から塗装を施す。一般的には実物を忠実に模した競技用の四輪車が主流であるが、 キャラクターものや二輪車なども少数ながら存在する。また、ウィングカーと呼ばれる透明な羽根によってダウンホースを得るものやドラッグレース仕様もある。それらは実物とは異なる形状をしている。1960年代の流行時には1、24スケールが主であったが、近年はヨーロッパを中心として1、32スケールが主流となり、コレクションも含めた、 限定生産品やかつての製品の復刻版なども販売されている。また、1、64や1、43や1、87もある。1、64は、電路の幅が1 6 5ト、mm、ルで、4ゲージ鉄道模型での標準レール間隔と等しい、ことから、ースケールという。1、32以下のスケールは、グリップ材を使用しない場合、 車体の底に磁石がなければ十分な駆動力を得られずに空転しコースアウトする。SCX 製のサーキット人庫製の家庭用コーススロットの付いたプレートを組み合わせたものをコースサーキットという。スロットカーが走行する車線をレーンという。大きく分けてウッドコースプラコース家庭用コースは主にプラスチック製の組み立て式で8の字型や オーバルコースが一般的であるが複雑なコースも組み合わせを変えることで作成することができる。営業用コースは木製の作り付けでルーターでスロットを掘ったものが多い。プラスチック製の家庭用コースを組み合わせて使用しているところもある。この場合はコースの変更が木製のコースと比べて比較的多いである。営業用のものを特にサーキットと呼ぶことがある。 巻線式抵抗器の上を修道させて抵抗値を変え、電流を制御することで速度を制御する方法が一般的だが電子式のものもある。近年ではデジタル式車両に応じた専用のコントローラーも普及しつつある。それらにはレーンチェンジ用のボタンがついている。コントローラーの形状は引き金を引く形式が一般的だが昔ながらの親指でトリガーを上下に押す形式も 残っており、それぞれに一丁一端がある。また、赤外線で伝送するワイヤレス式のコントローラーも存在する。家庭用のコースセットには周回数を数える機械式の係数装置を備えるものや電子式の係数装置、パソコンと繋ぐ形式の係数装置がある。業務用では順位や最速周回時間等も表示できるようになっている。 従来は業務用は発光ダイオードで表示する形式が一般的だったが現在では業務用もパソコンで液晶ディスプレイなどに表示す形式が一般化しつつある2000年代に入り各社からデジタル式のスロットカーが発売されている従来はレーンに加える電圧で車両の速度を制御していたそのため走行車両の数に応じてレーンが必要で コースの外側と内側で有利不りが生じていたが、デジタル化により、レーンの電圧は一定で、デジタル通信で車両元の速度を調整でき、複数の車両が同じレーンを走行できるようになった。決められた場所でのレーンチェンジも可能になったため、すべての車両の条件が従来より等しくなった。ただし、実際のモータースポーツと同様にスタート位置などの条件はある。モーターから、 駆動軸に伝達する方式は以下の種類がある。駆動軸に垂直にモーターが配置されていて、クラウンギアで伝達方向を変える。最も一般的な方法である。インライン式は初期の頃から使用されている。1950年代半ばに鉄道模型用の小型モーターを展示用模型を改造、もしくは手作りの車体に搭載して、最初のクラブトラックでレースが行われた。 1957年、スケーエレックストリックが最初に商業的に2台の近代的なスロットカートコースを発売した。先駆者の車はインライン式だった。フォースケールの現行品はほとんどがこの形式である。通常、インライン方式はモーターから後方の駆動軸に回転を伝達する。 後輪駆動方式であるが、前後に設置したクラウンギアに回転を伝達する四輪駆動方式も存在する。駆動軸に平行にモーターが配置されていて、スパーギアを介して動力を伝達する。1、32スケールのほとんどの車が採用する方式である。モーターが車体の後方に位置するため、タイヤへのトラクションを得やすい。また、モーターと駆動軸で、 回転方向が同じであるため、高出力、高回転のモーターを使用する際にギアを痛めにくい。通常は、駆動軸は後輪側でモーターは、そのすぐ内側に設置される。フライなど一部のメーカーでは、よりリアルな挙動を求めるために、実車のエンジン搭載位置に倣って、モーターを設置している場合がある。例としては、ポルシェモデルはモーターを、駆動軸より、 後方に設置するなどの工夫をしている。駆動軸に対して斜めにモーターが配置されている。駆動軸に固定されるスパーギアにはモーターの角度に合わせてカットが施されている。モーターの設置位置が中央寄りになるためサイドワインダー方式と比べてテールスライドしにくい。また斜めに設置することでサイドワインダー方式では設置できない大型の モーターが設置することができるようになる。モーターの軸が車体に対して垂直になるように配置される。加減即時に車体が回転子の反動で触れるという欠点がある。小型のモーターが普及した現在では使用されない。イギリスのスケーレックストリック、ドイツの彼らやレベルモノグラムのような1960年代のブームを支えた子さんのメーカーと SCX、フライ。 ニンコなどの比較的新しいメーカー、スロットイット、ピンクカルなどの近年頭角を表し始めたメーカーがある。1960年代の世界的なブーム時には COX やレベル、モノグラム、タミヤ、日本模型、青柳金属工業、マルサン商店も参入していた。1960年代当時、すでにマグネシウムの大カスト製品が量産され、使用されていた。 当時の製品は現在でもオークションなどで高値で取引されており、こんなを高い評価を受けている。いずれも撤退や廃業しており、すでに生産されていない。1-24スケールや1-32スケールのスロットカーではボディのみ同スケールのプラモデルから流用することがある。すでに撤退、廃業したメーカーブランドを含む50音順。ありがとうございます。